先週金曜日の大雨で広い範囲で冠水した豊川市。取材に向かうと、大雨の影響でしょうか、道路が大きく陥没し、車が頭から落下しています。今も大雨の爪痕が残っていました。豊川市によりますと、運転手に怪我はなかったということです。近くに住む男性に話を聞くと、工事をやって一月ぐらい前に終わったんですよ、の道路ですね。まだ安定してなかったのかもしれないしね。こちらの男性は近くで白ネギを育てていますが、そこでも被害があったといいます。土が流されちゃって根が見えるでしょ。まずダメでしょうね。まずダメだと。順調に育っていた白ネギの土が流されて根がむき出しに。3分の1ほどは販売できない可能性があるといいます。また市街地の薬局では床上まで浸水。調剤室に案内してもらうと、ここまで、水に浸かってたと思われます。こんな柔らかくなっちゃってて、この薬は使えないので処分をしている作業をしてます。現在はほとんど営業ができていない状態だといいます。見通しが立たないことが心配で、どれぐらいで復活できるかがわからないのが一番困ってますかね。愛知県によりますと、今回の大雨で道路の損壊があったのは県内で45箇所。また床上浸水が93棟、床下浸水が180棟確認されています。